A、B、C の順に重ねてグラデーションを作ります。眉頭に E のフェイクシェードパウダーを入れることで鼻筋の通った印象に。 D のブロンザーを指に取り上まぶた全体に重ねます。自然な影と立体艶感のダブル演出で彫りの深い大きな目元を作ります。